おはようございます。10月16日水曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。まあ昨日はね、日中はね雨はなかったんですが、雨はね夜から降り出したんですけど、昼中はね風が強かったんですよね、かなりね。まあそれと今日がまあ水曜っていうこともあるんでしょうけど、まああんまり出れてないかな。ただまあ今日は少しだけね小物が出れてますんでね、まあわずかなんですが、まあちょっと小物の顔が見れますね。はい、ということでとりあえず見ていきましょう。はい、少しだけね小木が出てるみたいなんで、小エビとかね小魚がありそうですが、はい、ハモもね少ないですよね。その後ろに赤江、まあ赤江にしてはちょっと小ぶりなんですけど、まあほんとねちょっと頼まれもあるんで、よう超えたやつがあればね、この中だと右から2番目ですかね、まあ、ちょっとまた後でゆっくり見てみますけど、はい、あとその他小指なんかもあるんですが、ちょっと数少ないですね。まあ、それと昨日もねなかったから、やっぱり魚屋さんの需要の方が結構あるでしょうから、まあ安くはならないと思います。厳しいんじゃないかな。タイと、あ、キビレがありますけど、このキビレすごいね、めちゃくちゃ太いな。これはへー、はい、こちらすんごいマナガツオがあります。めちゃくちゃでかいねこれ。おお、まあ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 、あ、いいんじゃないでしょうか。まあこれでかい、これ3キロ近いんじゃないですかね。まあ2キロ後半ぐらいあると思います。これはすごい。あとは車エビも少しありますね。ああ、いいね。中ぐらいで様子を揃えます。まあ、昨日もね1つ2つあったんですけど、まあ、少ないんですけど、相場はねそこまで高いっていうほどでもなかったですね。はい、といった感じで一番手前も半分まで来てないですね、まだ。はい、活魚コーナーですが、まあ少しだけ、まあ、小木が出れてますんでね、少しだけ活魚もありそうですけど、はい、カニとヒラメどうでしょう。このヒラメ1キロぐらい、まあちょっと状態はあまりあれですけど、これまあ本当まあまあって感じですね。まあ安ければっていうとこでしょうけど、隣にはでっかいタイがおりますね。これでかい、すごいねこれで4キロ後ぐらいかな。こっちはすごいね。うわ、これは6キロ7キロサイズなんでしょうけど、これちょっと痩せてますね。でっかい方は大きいんですけど、ちょっと細いかなっていう感じ。まあ、全体的にタイ自体はね、そこまあよくはなってきてるんですけど、なかなかいい個体のもんがね、いないっていうか、あったりなかったりっていう感じですけど、はい、こちらは、足垢ですかね。足垢とちょっとねまだ電気がついてないんで、これは何でしょう。これもタイですね。小さめのタイ。うなぎはこちらもタイですけど、まあどうしてもねその底引きで上がってくるやつっていうのはこう、まあ状態がねあまり良くないのが多いっていうかね、まあ生きてるんですけど、こう締めた後にねすぐね硬直してしまったりとかねしてしまうんで、なかなかね難しいんですけどね。これは小正代かな。小正代ですね。お母ちゃん、お母とひげ剃り、かわいいひげ剃り、
隣は足垢車エビに車エビ、はい、その他も一応出荷予定はなってますが、まだ出てきてないですね。何が出てくるんでしょうかね。まあエビかタイか、はい、とりあえず今活動コーナーはこんな感じです。はい、競り場ですが今のところこんな感じですね。前の方にちょろちょろっと並んでるぐらいで、まあまあ本当に全体量としてはかなり少ないですけど、まあ、昨日と違うのが小物が少しあるって感じですけどね。まあ、それにしてもまあ少ないのは少ないです。はい。ちっちゃい豆みたいなキスゴもあるんですが、キス量はね、まあ出れてないんでね。小ギス自体は。ほとんどないんですが、ここにも大きなマナガ、これもまあ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 悪くはないですけどね。でかいね、2キロ23。はい、こちらには少しサワラが並んでますね。流せでしょうね。豆味、隣には小さめのカマス、カマスにハモがぼちぼち並んでいますが、今んとここれも生き物なんでしょうけど、ハモもそろそろねもう痩せてきますんでね。ただまあ魚屋としてはね、注文が入ってくる限りはね揃えないといけないんで、できる限りいいやつ狙ってみたいんですけど、ハモ自体もちょっとねなかなかいいやつっていうのがね少ないんで難しいとこですね。はい、こんな感じで、まあ、これが今度は反対側の一番端ですけど、まあ、半分も来てないという感じですね。いやいやいや、はい、送りの2ですが、今日は水曜で、一応開市でね、市場はね今週頭に連休があったんで一応開市なんですけど、やっぱり2は集まってないという感じですかね。送りの方も寂しいな、少ないです。いや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 、千崎便ですが、イカだけって感じですかね。ちょろっと練り小屋らありますけど、まあほぼイカしかないっていうような感じなんですけど、まあイカがあるだけでもすごいよな。はい、まあ高そうな槍ですね。はい、こちらは下氷の氷を入ってるんですけど、やっぱ高いですよね。まあ小売りでやっぱこれでも2万ぐらいするんじゃないですか、氷価格なら。はい、ということで仙崎も寂しいです。今日またしけって言ってましたね。はい、というわけで空箱の大山ができております。まあ地物はねあれからまあちょろちょろっとは増えてるんですけども、ほとんど変わってないかなっていう感じですね。はい、小物とさっき見たハモ、まあ、その後ろに少しだけ出てきましたが、まあ、大きな生き締めの貝ピクピクしてますね。ピクピク感に、寂しいな。おはようございます。小物、小物、昨日はあのゴチが出てないですからね。チヌとかコショウダイとかそういったのが今日はないですよね。面白いですね。これが全部が揃った時にうわーっとね埋まるんですけどね。コギスなんかもそうですけど、はい、これもエイクの前にはでかいな、足やか
出れればね、この足垢もバサッと上がってくるんでしょうけど、なかなか出れてないから。はい、青ガニだけはお湯少ない割れますけど順調に上がってますよね。はい、こんな感じで、まあ、ようやく半分ぐらいのところまで来ましたかね。おお、何やらかすごいのが出てきたな。でっか。はい、というわけで生地あたりですね。あとでっかいよこれ。おお、50何センチ、60までないけど、まあでかいですよね。立派な。こっちもそうですよね。これ丸々してますね。なりはこっちの方がいいかな。これもでかいです。これも40センチは軽く超えてますね。へえ、いいな。本当か、釣れたら面白いでしょうね。はい、活魚戻ってきましたが、どうでしょうか。何やら出てきましたが、ヒゲ剃りだ。おはよう。あ、今日はあんまりいいもんがないね。それ足垢、うん、ここは何も出てこんのかな。ヒゲ剃りがパラパラと。こちらは朝見たひっくり返ったタイですよね。うん、隣ヒゲ剃りとエビ。ちなみに何持ってきたの。カンパチか。ヒラメおらんの今日。残念やな。はい、というわけで、ここもミニ水族館みたいな。かわいいな。逃がせばいいのね、こんなん。とかってもうしょうがないね。生きてるんだから。はい。はい。あら、はい、1枚どっか行ったな。どこ行ったんや。この間に逃げたのかな。確かここ2枚入ってたんですね。ああ、この下にヒラメ出ちゃってますね。ああ。さっきこの中にいたんですけど。はい。というわけで、まあまあぶっちゃけ言いますけど、あんまり欲しいものないかなという感じですね。タイもね、あれですけど。ああ、釣り人も。カンパチ持ってきました。あ、でもなりえいね、これ。なりえいな、これ。うん、よう来いちょ。水が入るまで。これ。ああ、いいや、いいや。これはいいで。あ、ヒラメおるん。ええじゃん、ええじゃん。はい、というわけで、その漁師さん、僕は同級生なんですよね。同じ学校行ってましたんで。はい、釣りばっかりしてます。まあ。はい、といったところで、まあ、とりあえず、あ、ヒラメも少しね、出てきますんで、狙うだけ頑張ってみましょう。どうでしょうか。わかりません。はい、釣り始めまーす。はい、じゃあね、とりあえず、狙いたいもの、そうですね、ヒラメ、カンパチもね、まあ、とりあえずは狙ってみましょう。どうなんでしょうかね、少ないからね。
でかいねこいつ。よう超えちゃるし。はい、今日の活魚ですが、カンパチ1本。そうですね、3キロ後半って言ったところですかね、4キロあるなしぐらいじゃないかな。まあまあこれね、よう超えてますんで、多分いい見せるんじゃないですかね。カンパチ、高花とかね、まあ小さいやつ練り子なんかってよく読みますよね。あとはまあまあ中ぐらいの鯛、もうちょっとこの一つ上が欲しかったんですけど、まあどっちにしろね、あんまり小木の鯛なんでね、期待はしてないですけど、多分締めたらおそらく締まってくるでしょうね。生かし込みがねどうしても足りないんでね、しょうがないかな。まあとりあえず活魚は今日はこんな感じですね。ヒラメ今日も買えませんでした、すんません。なんだ罪は、なんだ罪はってか。ああ地物いいじゃろね。はい、ということで、ね、今日の注文品と荷物集まってきました。トラフグの磨き、今日もねキビレいいのがあったみたいですね。でかい、おお太いね、よく超えてるんですよね。大きさとしてはF5、 そんな感じかな。5入りですからね、5キロの5入り、まあ1本1キロぐらいってことですね。はい、今日はカラスガレ、カラスガレ松台ですね。カラスガレって全然違うじゃん。松台、まあ通称ね、これ松台カラスって呼ぶんですよね。ですからね、間違えちゃいました。はい、でっかいマナガツオ、これ結構ねお買い得じゃったですね。思わずラッキーだったです。はい、あとはねブトエビ少ないんですよ今、ちょっと小さいけどね、もうしょうがないね、一回置きたかったんで頑張ってみました。コギスもちょっとカカかわいい、ハモはねなかなかいい状態のがなかったんですが、まあ、とりあえず安いんでね。はい、
今日はね、これ愛知のハマグリかな、愛知県産。まあまあ、あとは長崎のハガツオ、スズガツオですね。はい、まあ、これは注文品なんでね。はい、こんな感じで荷物はこじんまりです。はい、それではね、釣りはもうすぐ終わりそうですね。私もこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですけど、今日も少なかったですね。まあ今週に入って昨日今日とね、ちょっと水揚げ量がね、かなり少なめっていうことになってますんで、なかなかね、どこもね、みんな揃いづらい状況が続いております。はい、ということなんですけど、まあ今日もね、日本海側またしけということで、おはよう、和蔵ちゃん、笑顔見せて、笑顔佐々木さん需要がないってあーということで、ね、日本海はまた今日もね、しけっていうことで、まあ内海はね、少し出れそうなんですけど、まあ雨が降らなきゃいいんですけどね、どうでしょうかね。あー、出れてほしいですね。もうちょっと写真もんとかね、小物が上がってきてくれるとありがたいですけどね。まあどうでしょうか、明日のお楽しみってことで、はい、とりあえず週も真ん中水曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞーやるぞ、せいちゃん頑張れよはい、それではね、戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですが、まあ少なかったですね今日もね。あー、まあ昨日昼外見てた感じでね、まあ風が強いなっていうのは思ってたんですが、まあ、やっぱね、あんまり出れてなかったですね。はい、ということで、まあとりあえずね、今日はまあないつもりでね、昨日かなりまあ仕入れができてましたんでね、まあ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 、そんなに慌てることはなかったんですが、もうちょっとね、小物か何か欲しかったですけどね。ちょっと寂しい感じでした。まあ明日ね、どうでしょうかね。今日もね、天気がちょっと微妙なんですよね。出れればいいんですけど、どうでしょうか。はい、ということなんですけど、今日もね、競りの方は相場的にはやっぱ少ないもの、ヒラメとかね、そういったものに関してはやっぱね、安くはないんですけどね。まあ少ないからもうしょうがないかなという感じなんですけど、まあとりあえずは、タイ、あんまり期待してないんですけどね。タイが1枚と釣りのね、カンパチ、これはね、多分いいんじゃないかな。まあ釣った漁さんがね、あの生かし込んでますんでね、まあまあまあ、それなりには強いと思いますし、もう先ほどね、神経締めしましたけど、おそらくもう晩まで、ビリビリのまんまじゃないかなとは思っております。どうでしょうかね、よく超えてましたんでね、いいと思いますよ。はい、ということでね、まあとりあえず天気は悪いんですけど、お店の方はね、しっかり作っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。どんぐもりですね、どんぐもりやれやれ。はい、お店到着です。今日も曇り空、雨も降るのかなどうでしょう、ちょっと微妙な空がね、空模様が続いてます。はい、しっかりね、作っていきたいと思います。よいしょ。おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。まーす。これね、昨日ね、マナガツオのね、角っこ、これね、あの昨日アケミがね、あの市役所行ったらね、もう缶バッジがなかったみたいなのでね、あの市役所の方、また補充お願いしますね、これ。
センターで最近ちょっと携帯のこの便利なさ機能見つけたの、計測っていうんですよ。すごい便利、これ測るの。測る機能がある。ああ、こうやってピッピーって。そう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 。この前これ家で遊びよった。このさ、計測ってやつよね。あの、あ、ごめんなさい、ジミンちゃん見えちゃった。ジミンちゃん。あとこれ。あ、そっち見てくれる？ここほら、ジミンちゃんの GPS。これ、J ホープがね、明日公開するの。ジン君は連れてきたよね。次、J ホープ。よし。40センチあった。センチありました。すごい楽しい、今測って使うのが91センチってすごいと思う。これ携帯でさ、こうやってやるだけでさ、何センチって出るのがすごい進化してる。
にね、赤ちゃんいるからさ、こういう泣かせとかね、やっぱ栄養取られてね。こんな感じでね、本日のはみんなカマスを食べてますね。すごい。なんかある、なんかもし違ってたらコメントくださいね。男は更年期ないって言った。でもあると思うよ、私の中では。絶対にみんな、みんな更年期来ると思うよ。そんなわけで、昨日かすごいアメリカのさ、すごい台風、ハリケーンかいね。すごかったね。マヤじゃん、あんなん来たら。びっくりするね。あっちが普通で全部流れちゃってからさ、あの野球場のさ、あの上がバーッと剥がれちゃったね、うん、何やったっけあれ寄せたけどどっかの球場、うん、もうあれがさあんなことになってあんなことになってさまあ全部なくなるね一瞬で、うん、あんなんだってさその前2週何週間前にも来ちゃうのあれが、うん、ミルトンと昨日ミルトンやったっけこの前のが名前覚えやすかったっけそれだけ覚えた毎回さあの台風の名前があるよね何号ではなくて何号とかでもさなんで1号2号じゃないかなと思って不思議ミルトンっていう台風の名前やなと思ってマリトンさんとかいろんな名前つける、うん、誰が考えるのかね徐々に、うん、びっくりしたいやびっくりしたねあの映像を見て怖いと思ってさでは久しぶりに縄田さんですねうん待ってる待つよ私待つは私待つは、うん、アミンちゃんアミンちゃんナータさんです口の中シリーズ第1弾は萩さんカサゴ第2は北海道産近畿、うん、第3は萩の赤旗第4は地物の横筋笛台横筋笛台準備しました横筋笛台今日も言えたねお京さん独自の解説お疲れ様でした近畿は匂いがしましたかそうたまにねやっぱ遠い系か知らんけど匂ってくるのがあるよねお腹がさまあ食べ物餌にもよるんやろうけどそうでもこの前もあったけど、うん、餌によってさいろいろ変わるっていうのがそうそうそうだよね、でもすごい脂が乗ってて美味しかった前にあそうそう前にも近畿が匂ってましたねやっぱり北海道は遠いんだってそうよねね遠いといえば第2戦ドジャースがメッツに敗れてしまいましたってメッツの左腕59番のショーン・マナイアショーン・マナイアには大谷翔平もやられちゃいましたもし7戦までやるとしたやるとまたマナイアにやられるかもって強かったすごい早く投げるねちょっと見入っちゃったけどすごいねえ続きまして富永さんです、はいはい青山鮮魚の皆さん、お仕事お疲れ様です。市場、タコは相変わらず高いですね。そう。全然ないしね。小さいのがめっちゃ高いって言ってたね。あヒラスズキも残念。北海道産近畿は美味しそう。今日の店のラインナップは、万全、素晴らしい品ぞろえ。
あとはお客さんが入れ食い状態を妄想しながら寝ますって。それ銀太久しぶりだ、それ銀太。続きまして魚屋コバちゃん、コバちゃんです。はい、青山鮮魚の皆さん、明けのお仕事お疲れ様です。あ、もちろん水曜日じゃん、明日水、木金土で休みだ。早い、木金土あと3日じゃん、早いね。もう赤ヤガラは少し骨の入りが特殊ですが、特殊で押すのが何、下ろすのがか、読めたね、下ろすのが難しいとは思いますが、でも普通に三回ろしって言うてるよね。何でか、磯みたいにしたっけ。そう、まず頭を落とすときは磯みたいにしよう。頭から落としたら、どれよりガーッと入ってるよ。あれをまず落として、あれ、全然食べれんか。食べれるね。ほぼ食べれるね、3分の1ぐらい。3分の1か。いいか。いや、家の方もほとんどやる。でも、今すごいよ。ね。ちょっと見てないけど分からんけど。見てないけど分からん。全く。もちろんしか見てない。少し薄作りにして食べるととても美味しいですよね。カサゴは口の中結構深くまで見えますね。笑って目いっぱい出してるね、続きまして片柳さんです。はい、青山鮮魚の皆さん、明けのお仕事お疲れ様です。少なめの水揚げでしたね。その中で社長、赤ヤガラ、マハタ、横筋フエダイをゲットして高級魚のオンパレードでしたね。そうだよ、キンキもあったっけね、これに、アマダイも。すごいやからね。毎日皆さんから元気をいただいています。こちらこそ。明日も動画楽しみにしています。ありがとうございます。続きまして、井出さんです。いつも楽しく拝見しています。みんな大好き口の中。歯があり、歯はなし、ベロがありと食べているものが違うのでしょうねって。やだ。魚の胃袋、大谷さんはよく指を入れられますねよく指を胃袋に突っ込むけどね。競り場ですが、青山鮮魚の青山社長お一人で競り参加されているのですか。はい、撮影をしながら大変ですね。そう、器用にやるよね。たまにスローになったりするっていうのなんかちょっと当たったりしてさ、大変だって言ってた。以上です。あとさっきも言ったけど、あの市役所のねバッジがね、明美が市役所に行った時にもう缶バッジがなかったって。だけあの補充のほどお願いします、市役所様。これ人気みたいにいろんな種類があってね、上の市役所さんお願いします。どこだっけ、見らしいもんね、可愛い毛。はい、以上です。ではまた明日お目にかかりましょう。お付き合いありがとうございました。